この度は、皆様、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。格闘技統括本部長の、ジャパネット深田信彦でございます。皆様からですね、ご声援いただいた、エメリアウンコピョーデル。エメリアウンコピョーデル選手をね、皆様が見たいと。いうお声をたくさんいただきました。我々も格闘技の良さをこう皆様に伝えるにあたってですね、三の物語というメディアを通してね、我々格闘技の良さを皆様に伝えようとしてるわけなんですけど、三の君とも、たくさんの協力を重ねたんですけど、でもね、ピョーデル、このシリーズは痩せたら面白くないんですよね。サイゼリア、いつものリソワール、いろんな企画、他にもたくさんあげてますけど、ピョーデルは痩せたら面白くありません。我々は、格闘技のイベントとして、本当に面白い格闘技を皆様に届けるのが仕事だと思っています。皆様からの、ピョーデルが見たいという声は、この3年間私の耳に届いていますが、まあ、どうしても痩せたら面白くないということで、たくさん協力を重ねました。どうやったら一番面白い格闘技を届けれるのだろうと。痩せた状態で、人類最強を決めるのどうかということで、ここで、今日、皆様のピョーデルが見たいという声に、皆様の格闘技が見たいという声にお応えして、新しい格闘技イベントを発表します。ちょっと今皆さんの格闘技といったらライジン。ね。ライジンって皆さんご存知ですか？今格闘技イベントライジンというものがございます。それで私たちはですね、ライジンの上を目指したい。ライジンより素晴らしい格闘技イベントをここに誕生させたいという思いで、今日この記者会見を開いています。ライジンを超える、ブンゼ。ライジン、ブンゼ。そうですね。ありがとうございます。ね。ライジ、ブンジ。というわけで今日、私はここに、新しい格闘技イベント、ブンジの、開催を、ここに宣言します。12月上旬に、ブンジ1の開催、そして、大晦日。今年の大晦日に、やっぱ、年越しはね、まあ、紅白とかガキツカとかあると思うんですよ、ですけど、やっぱ年越しは格闘技ということで、文人2、大晦日18時、大晦日18時より、文人2をね、放送しますが、それに、先立ちまして、この文人という格闘技イベントが、どれぐらい素晴らしいかというのをですね、今日皆様にこう、お見せしたいということで、今日、文人1を行います。そのマッチメイクを、今から発表します。そうすると、ピョーデルと、ね、どっちが面白いんだっていうところ、今日、皆様にもこう分かっていただきたいし、僕としてもね、格闘技を開催する身といたしましては、ピョーデルとブンゼ、どっちが面白いんだっていうところを僕も気になってるので、まあ、その査定試合、大晦日の文人2に向けて、もう、選手の実力を査定するマッチメイクを用意しました。じゃあ対戦カード発表しますね。桜井文久 VS パイナップル。よー、ありがとうございます。桜井文久 VS パイナップルをですね、皆様にお届けしたいと思います。これでね、プレイステーションがね、変わればいいんですよ。ピョーデルの時間だ。あ、おー、よけたね。僕ね、三能さんに憧れて土下座とかしたんですけども、やっぱりね、ピョーデルは見たいんですよね。僕あれが好きでね、
三能さんのことを好きになったんですよ。この人バチクソ面白い人やなと思って。だってパイナップルと戦うんですよ。見たいんじゃないですかね。え、ピョーデルめっちゃ復活してほしいです。え、だってファンですもん。え、ファンとして見たい。いや、初めてでしょ、そんなインタビューみたいなの。ねえ、何歳だっけあれ。まあ痩せましたね、すごく痩せたみたいな感じで言われるんですけど、どう見ても痩せてるんですよね。痩せたハテナの意味がちょっと分かんないんですけど、まあ痩せてますよね。薬の副作用で太った状態のまま生きていくっていうのは、皆様が言うそのなんかめっちゃ昔コンプレックスがあった人とかいるじゃないですか。なんかめっちゃコンプレックスがあった人がその小学生時代のアルバムを見るって嫌じゃないですか。普通にアルバム見ないでとか昔の写真見たくないとかじゃないですか。そんな感覚のままね、生きていくのも嫌だなと思って。自分は、ね、学生時代の本来の姿でも面白いことをしたいというか、だから本当にまだ、まあ、太れって言われることに対してもちろん嫌ですよね。精神疾患の薬の副作用で太った人に太れって言われてもそれは嫌だし、でも痩せてからいろいろ今まで動画上げてきましたけど、思いはありますね。ピョーデルというシリーズに対して、やはりいつもの居座る行列、まあ、他にもサイゼ行ったりとか、そうですね、辺の下優香とか、まあ、いろいろやってきましたけど、ピョーデルだけですね、本当に痩せた時に面白くなくなるっていうか、やる気が出なかったですね。ずっと本当に面白くない動画を上げたくないし、自分本当にやりたいことは面白いこと楽しいことをやっていきたいっていうのは小学生の時からずっと変わってなくて、小学生の時に初めて友達を作る手段、受けを狙う、受ける、この快感とこのスリルにハマっちゃったんだよ、僕生きてて。面白くないものをあげたくないんですよってなった時に、痩せたピョーデルっていうのは面白くないなっていうのが一番分かってて、でもあげたかったんですよ。でもだかといって精神疾患の薬の副作用で太ったっていう僕を、そこの場所で人間の成長を止めてたら、ほんまに俺はあかん人間になるな思って、学生時代の姿に戻ろう思って、ずっと考えてて、ずっと考えましたね、ピョーデル出すべきか。でも本当に出すっていう答えにはたどり着かなくて、でも見たいなと思ったんですよ。まあ、僕の太ってる方に違和感があるって思ってる視聴者さん、まあの方が多いと思うんですよ。もう昔こんな太ってたんだっていう人の方が多いと思うんで、あの時のあの空間の熱っていうものをやっぱり今の三能物語でもやっぱり出したくて、痩せた俺が戦ってもあの時の熱には勝てんなと思って、ずーっと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 出したくて、伝えたくて、でもどうやって伝えたらいいかが分かんなくて、そこに誰を当てはめようと思っていろいろ考えたんですけどね、当てはまんなくて、あの時の熱に勝つとしたら文珠さんかなって。新人類最強の男、桜井古人。パイナップルを倒すためにどんな練習をしてきたんですか。ああ、いい質問だ。つまり奴を知るためには奴を常に身にまとってなければいけない。でも身にまとえない俺は、だから食ったね、美味しかったね。対するは南国のくせ者果実パイナップル。どのような試合展開を予想してますか。もちろん俺の一発 KO で奴を粉々に砕き散ってあっという間に終わることも可能だけど、それじゃあオーディオンスのみんなが楽しめない、むしろ熱が下がっちまう、ふしらけちまう。俺はそんな試合を求めていない、適度に食らって痛い思いして、あ痛い痛いって痛い思いした後、あいつにも痛い思いさせ、最終的にはめっちゃ美味しく料理して会場のみんなに振る舞っちゃうぜ。ごめん。あ、すいません。アンコーナーより桜井文香選手の入場です。さあね、
いやー、いよいよ始まるね、おのののかちゃん。どうなの、おのののかちゃん、これ。面白いでしょ。ケイピより面白いから、この人。うん。いや、ケイピより面白いと思うんだよね。うん。おっと、だから何でも食べちゃう、どうも何これ、何これ、いつ作ったのこれ、何この歌、なんかちょっとビーズ調なのがムカつくよね、ちょっとビーズなのがムカつくよね。いや、パイナップルはね、避けるんですよ、よく。そこ、シャドウだよ。そこ、シャドウ。最高評価です。絶賛グルメパイ。結構高いパイナップルをね、今回も買ってるんですよね。まあ、それに対する、桜井文人選手。もう、新。人類最強のとこということで、パイナップルが避けるんで、あれを桜井選手がどこで捉えるか、そして手に染みるので、ま内部から攻めた方がいいようには思うんですけど、ま桜井選手面白いですから、これどうなるかわからないね。青コーナー、パイナップルももう負けれないし、15センチ500グラムパイナポー、絶賛グルメパイ、世界最高評価。せ、何センチですか？170ぐらい。せ、覚えてないね、これ。体重。で、出てきて。聞いてるね。170センチ。58勝。ガリガリだね。サクライフミヒト、さあ、新人類最強の男、サクライフミヒト、どこまでやれるのかですよね。さあ、パイナップルの回避能力は舐めちゃいけませんよ。やっぱ内部から攻撃したいんですけど、なかなか捉えれないし、まあ、食べるっていうことができるかでしょうね。なんか喋ってるよ。重そうい顔してるね。一発しようぜ、こいつ。クソやれよと。ずっと喋ってるね。こうやって避けるんですよ。なかなか捉えれないから。うるさいな。今の聞いたんじゃないの？そうだね、食べるよね、普通。食べるよ、うん。食べ物だもん。これ止めた方がいいんじゃないの？止めた方がいいんじゃないの？ほー！強いね！何秒かかったの、今の、のどかちゃん。え？45秒。これね、最初ね、変な声言ってるんですよ。この声で相手がビビったのかな。ここはうまく避けるんですよ。避けるんですけど、最初の声が面白かったんでね。これ膝がね、あ、一発目で入ってるのか。もう一発目で入ってるのか。ここで止めた方がいいですよ。食べますよね。うん、食べ物だね。食べますよ。うん。これはね、止めないといけない。完全に入ってるもん。いや、これは両目のように強いんじゃないの？さあ、桜井がマイクを持ちましたね。なんか言いたいことがあるんでしょうね。ちょっと聞いてみましょう。おい、おい、画面の向こうの誠、うん、誠だよ。うん、最近動画出さないで、家で引きこもって、ただ、なんか動画見てるだけだよか、あの野郎。俺が飛行隊で出てきて、俺と、そう、今年はなんかいろいろあったけど、俺と顔、俺の顔とお前の顔とで、顔と顔とで踏みつけ合って、そして全部中のバーンって全部出して、すっきり しようぜ。そして新しい新年をおめでとうだぜ。そして来年は、パーンって全部中に出ちゃった顔がパーンと立って中出ちゃってスッキリした中に、また来年からの新しい俺たちの風を注入しようぜ。わかったか、マホト、頭空っぽにしろ。ちょっと待って。
ちょっと待って、これは大晦日。大晦日。お、大晦日。うん。桜井文人だ。モンスター。やらんのか。これ。カモの後パーン。そして後押しをピューン。ガーン。桜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 。大晦日。やれんのか。やるぜ。パーン。ふぅ。パーンって調子いいわけですよね。やっぱり。やっぱ先輩だし、お世話になったわけですよ。でも、一時、中の人、中の人として帰ってきてほしいんですけども。親方。YouTube 界の親方をかけてタイトルマッチ。親方は、もう、親方はもらったぜ。そして、親の方はもらったぜ。親方だぜ。刀の話、パーン。うわぁ、おいや。この辺のパイナップルみそのパイナップルみその前食べないな。あ、うまい。